そしたさ、一車線一車線さ、うん、前から来た車、わかる？逆走？二車線からこう来たわけ、うん、私が来てから、あ、たまにいるさ、越してから、じゃない、じゃない、普通に乗ろう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 、おじいだった、うん、から、私が来たから多分気づいたんじゃない？この隣ギリギリ越してがこっちに来よったから、この人気づかんかったら、あ、もうニュースみたいになってたってよ、うん、本当にあると思った。ぶつかりそうにもなった。そんなには近くないけど、マジあると思ったって、うん、すごくない？怖いね。大丈夫だったけどさ、今日なんかネットで出てたよね、75歳からのさ免許の更新について法改正変わるわけのなんか話が出てるって。うーん、75歳、あ、まだ怖いっていうお話をそういえば言おうと思ってた。今日のテーマは、うん、今年心に頭に残ってる出来事トップ3。うん、3歩歩けば忘れる人だよ。今年を振り返って。第3位、大学に行った。継続中。たまにサボってるけど、いや、大方サボってる可能性は高い。眠る。眠くなるんですよ。眠っちゃう。2学期の授業は眠たいんですよ。でも、じゃあなんか、やり始めよりかは、なんか話は分かってきてるから。学んでるなと思うわけ。うん、でもラジオの授業聞いて多分眠ると思う。あれは出て眠る。コムリータだったよね。今ウェブのやつの授業やってるから、ウェブの授業は眠くならないけど、あれディスカッションがあるからさ、うん、もう頭がずっとさ、うーん、こうがこうなって、ああなって、こういう考えでいいのかなってかずっと悩んでるけど、頑張ってるさ。頑張ってる。何言ってるか全然わからんって、うん、本を一冊はさ、このちっちゃい文庫本だったからさ、通勤中こうやって見ててもさ読みやすかったわけ。今度の本はさちょっと大きいからさ、だってこんなじゃなくてこんな感じで持ってるからさ、通勤中にさ目が下に行くからさ眠くなる。もう最後の5分ぐらいやばい眠たいやばい眠たいってから勉強してます。頑張ってる。はい、第3位、学校行った。学校行った。同じって。なんで？でも学校2つ目でしょ今。習ってる内容は同じさ、うん、1校卒業して2つ目の学校今、うん、今度の学校は1年ぐらい、11月から9月まで。2人とも今年の出来事第3位は勉強だった。いいんじゃない、うん、素晴らしいと思う、はいね、この年で学校に行くとはね、うん、学んでるって、うん、第2位、うん、リラックマのさアニメがさ意外と面白くてさ可愛かったわけ。気づいたらコンビニとかでさリラックマ見たらさ、あ、リラックマとか言ってる、うんうん、して我が家にコリラックマが来た。来た。可愛いって。全然昔からあるさ、リラックマって1ミリも興味なかったけどさ、カオルさんとリラックマだったかな、ネットリックアニメとかさ可愛いと思ったって、うん、うん、自分の家に来たら愛着が湧いた。これが意外な出来事って、うん、自分の中じゃーん。いつも実家から持ってきた。お母さんがこの前準備にも、ね、第2位、これはデカすぎたって。これもうここ数年で一番デカデカと思ってるんじゃない？アムロ引退後ぐらいじゃない、うん、自分に起きたことっていうよりはこの2019年の中で自分の中で大きかった出来事、うん、びっくりしたよね。いろんなとこでチャリティーやってるよね、うん、首里城なんてさ片手で行ったことあるぐらい少ないけどさ、でもなんかショックだったっけ？ショックだったよね、うん、第2位でした、うん、職場でもこの話持ち切りになってよ、隣でテレビもずっとだったしね、うん、第1位、あの出来事ってよりかは変化。彼女のお母さんが断るたびに2人はセットって。どういう意味？ご飯行くよってなったらさ自分も来るのも当たり前みたいになってる。うん、家族の一員になってる、うん、誰々くんも来るねじゃなくて来ることになってる。聞きもしない。聞きもしない。で、何かあったらあんたたちって言われる。だってあんたたちの仕事の都合のいい日でいいよっていつも言うさ。あんたたちだもん。ね、でもすごいなと思ったって。はい。私の家？うん。行っていい？うん。ダーリンの手術の日が決まった。うーん。1位じゃないの？今年の出来事。じゃ出来事ではないけど、日にちが決まったのは。決まったけどさ、来年の出来事の位置も決まってる。
もうこれしかないって、うん、でしたでした。皆さんの心に残った2019年は何だったでしょうか、うん、私もあと12日、もう2週間切っちゃってよ、早くない、うん、この間さ、もう12月ってよって言ったらさ、もう12月終わるってよになってるって、うん、おかしくない？早かった今年ね。皆さんの今年の出来事ベスト3お待ちしております。よかったらコメント欄で教えてください。またねー。